となる、フラバンの構造式フラボノイドとは、天然に存在する有機化合物群で、クマル酸 COA とマロニル COA が、従合してできるカルコンから派生する植物二次代謝物の、総称。いわゆるポリフェノールと呼ばれる、より大きな化合物グループの代表例。その中にアントシアニン、カテキニア、フラバンを含む広い概念で、付着する等のバリエーションを考慮すると7000以上の、 構造が知られている。フラボンやアントシアニンは天然色素として用いられる。また花の色素として知られるアントシアニンは紅葉の原因でもある。血管透過性抑制作用が見出されたことからビタミンとして提唱され、フラボノイドのうちクエルセチン、ヘスペリジンなどを合わせてビタミン P と呼ばれたことがあった。しかし、欠乏症がないため、 これらはビタミンではないことが明らかにされた。日本ビタミン学会はフラボノイドをビタミン様物質として規定している。四季味酸経路でできるフェニルアラニンの脱アミノで生成するクマル酸が歩酵素 A と結合してクマル酸 COA ができる。次に、酢酸マロン酸経路のマロニル c o a 酸分子がそれと反応してカルコンが生成する。カルコンからフラバノンを経て ジヒドロフラボーノールが生成し、ジヒドロフラボーノールから、フラボーノール、アントシアニンやプロアントシアニジンに誘導される。フラボノイドは、フラボノイドの一種であるフラバノンが様々な就職を受けることで、生合成される。代表的なフラバノンであるナリンゲニンはアミノ酸である、フェニルアラニンから、以下の経路で、生合成される。まず、フェニルアラニンが、フェニルアラニンアンモニアリアーゼにより、 ケイヒさへと変換される。次にシナメートマイナス4ヒドロキシラーゼにより P、クマル酸へと参加される。P クマル酸は4クマレート COA リガーゼにより、P クマロイル COA へと活性化される。この P クマロイル COA が、ポリケチド合成酵素である、カルコン合成酵素の作用により3分子のマロニル COA と縮合することでナリンゲニンカルコンへと変換される。 このナリンゲニンカルコンがカルコンイソメラーゼにより立体特異的に成化されフラバノンへと変換される。ありがとうございます。